割とヒップホップっていうストリートの匂いっていうのが色濃くある、まあ、チームなのかななんて思いながら、それが現在進行形のラッパーとやっていくってすごく画期的だなって僕も思ってるんですね。ブリーズはまあ群馬のクルーで、まあ、いろんな全国各地からいろんな集まった仲間とかで、まあ、基本トラックメーカーが多くてラッパーもいてシンガーもいてみたいな、ヒップホップとかトラップとか R&B とかをやってるグループです。ずっとね、内緒にしてきたこの企画 MV 撮影の次のコラボレーションの相手、藤田人だ。しかも楽曲届きました。本邦初公開リミックス、どうぞ。で、ミックス作ろうよみたいな話になって今こうやってやらせてもらえてるって感じです。プレイをもうオリジナルの方なんですけど、僕もすごくよく聴いて好きな曲だったので、まさかこれのリミックス、ブリーザーさんと一緒に やられてる、まあ、リミックスを聴いた瞬間でも驚きでしたし、まあ、この曲でね、まあ、カドガドリームズを踊れるってことにすごく興奮してますね。はい、された時からクレヨンはめっちゃ聴いてて、自分の夢っていうか目標が日本語ラップでそのダンサーとしてお仕事をするっていうのがめっちゃ目標としてダンスを頑張っていて、今回がそれを特になんか実現できたお仕事だなってすごい思ってます。なんかもう俺的にはこうみんながこうエンジョイしてるムードっていうか、それが映像になったらいいかな。なんかよ TikTok とかでいろいろ踊ってる子たちとかいっぱいいるんですけど、なんかそういう子たちがなんかもっとエンジョイできるように、なんかもっと楽しい、これ楽しいって踊れればそれでいいんだって思えるようなビデオになったり、楽しいですね。タイト君とかブリーザーの人たち結構楽しく自分たちでもノリで踊ったりするなみたいな、間違いなくかっこいい MV になるっすね。今回こう並ばせていただくって形なので、もちろんすごくリスペクトしつつ、でも自分たちもめちゃめちゃカドガドリームズかっこいいと思ってるんで、そこは自信持って自分たちでよかったなって思ってもらえるように曲を表現できたらなと思います。カドカーもやっぱ個人のフレーバー、そういうなんかコラボも楽しみにしててほしいなって思います。いや、誰かもそうよっていう一緒にね、一緒にかませたらもう最高。コラボレーションしていくっていうのってまさにその D リーグのオフシーズンに絶対必要なことだなと思ってたので、すごくこう楽しみですよね。めっちゃ楽しかったですね。ダンサーのバイブスと俺らもいつも通りなんかこうカッコつけただけなんですけど、ダンサーがめちゃくちゃかましてくれて、もう俺らもいつも以上のパフォーマンスできたんじゃないかなって真面目に思っています。みんなヤバい MV が来るんで楽しみにしててください。 YO! まあ、クレヨンの、まあ、バズり方はまだまだ終わんないってことで、これからクレヨンのリミックスも俺たちの他の曲も全部チェックしてもらいたいです。よろしくお願いします。 真っ暗な路中